さい。何か踏んで転んじゃいました。足元を注意しようにも、なかなか難しいですね。お風呂上がりは牛乳が一番ですね。後でもう一本行きましょう。お風呂上がりは牛乳が一番ですね。水着はその指揮官に。ああ、やっぱり何でもないです。お風呂上がりは牛乳が一番ですね。後でもう一本行きましょう。さっきのはその転んだ時にこぼしちゃいまして。お風呂上がりは牛乳が一番ですね。後でもう一本行きましょう。はぁ、肩こりもなくなって気持ちよかった。指揮官、この温泉を教えてくれてありがとうございます。水着はその指揮官に。ああ、やっぱり何でもないです。お風呂上がりは牛乳が一番ですね。後でもう一本行きましょう。さっきのはその転んだ時にこぼしちゃいまして。はあ、肩こりも。お風呂上がりは牛乳が一番ですね。後でもう一本行きましょう。さっきのはその転んだ時にこぼしちゃいまして。水着はその指揮官に。ああ、やっぱり何でもないです。ごめんなさい。尻尾で叩いちゃいました。お風呂上がりは牛乳が一番ですね。後でもう一本行きましょう。さっきのはその転んだ時にこぼしちゃいまして。指揮官、湯加減いかがでした？私、ここの温泉がとても好きなんです。
そういえば、指揮官への手紙がありましたね。あ、ごめんなさい。報告するのを忘れていました。背中、お流ししましょうか？ごめんなさい。尻尾で叩いちゃいました。はぁ、肩こりもなくなった。私の偽装は他の感染と比べてちょっと特別ですよ。気になりますか？こちらの甲板に乗ってみませんか？ここに足りないところがあるとしたら、ちょっと狭いところですね。気をつけないと滑ったり、いろいろ当たっちゃいそうです。ここに足りないところがあるとしたら、何か変わりましたっけ？武器は、えい！かっこいいですか？そんな、私、全然うまく使えていませんよ。なくなって気持ちよかった。指揮官、この温泉を教えてくれてありがとうございます。はあ、肩こりもなくなって気持ちよかった。指揮官、この温泉を教えてくれてありがとうございます。